稲の一日中谷浮一郎一日が24時間であることは人間ならば子供でも知っているしかし稲がそれを知っているかどうかそれは多分稲専門の能学者にもよく分かっていないであろう稲がもし一日が24時間であることを知っていたら 話はそれでおしまいである。しかし、もし稲がそれを知らないとしたら、これは大変な大問題にまで発展する話である。少し大げさに言えば、七千八百万の日本民族の生死に関わる問題が、その点にかかっていると言えないこともない。少し話が唐突のようであるが、少しく説明すれば、 誰にも理解される簡単な話である。和瀬について考えてみて、もみを巻いてから米のできるまで、例えば4ヶ月かかるとする。この120日で米が取れる場合、稲はその120日という日数を何によって知るかが問題の焦点である。稲がカレンダーを見るわけではないから、120日の日というのは、 あまり問題にならないであろう。ここで問題は二つに分かれる。その一つは、百二十日間の時間、すなわち、二千八百八十時間、二十四×百二十、イコール二千八百八十、という時が必要なのであるか、あるいは、夜昼が百二十回繰り返すことが必要なのであるか、そのいずれかであろう。 もし前者であるとしたら、稲が一日が24時間であることを知っていることになる。ところが、もし後者であったならば、稲が絶対的の時の長さというものを知っている必要はないので、ただ温度と照射との変化が120回繰り返されたことを知っていればよいことになる。我々の知っているこの地球上で、日変化をするものは温度と明暗ばかりでなく、 気圧、イオン量、その他いろいろな要素があるが、話を簡単にするために、その中で最も重要らしい二要素、すなわち温度と照射だけを取り上げて考えてみる。もし必要があれば、その他の要素についても同様に考えていけばよい。種から芽が出て、それが成長して炭酸ガスと水とからデンプンを作る。 この神秘な作用は生命という不思議な力のたまものである。一つの生命が自分の成長をしてさらに次の時代の生命を作るという神秘な過程を完了するのにある一定の時を要することは疑う余地のないところである。しかしその時というのが物理現象などを支配している時とは少しばかり違うのではないかということは一応考えてみてよいことである。 例えば、東北や北海道などで、普通の縄白時期にもみをまくと、水温は10度をちょっと越した程度であって、発芽には10日くらいかかる。ところが、水温を40度に上げると、1日で立派に芽が出てくる。すなわち、発芽に要する時間は、外界の条件によって10分の1くらいに縮めることが可能である。 この考えを進めていって、もし稲をその各成長段階において最適の条件に保ってやれば、もみを巻いてから米のできるまでの期間をずっと縮めることができるはずである。事実それは縮められるのであるが、その方の専門学者の話によると、何にしても相手は生命力のあるものであるから、いくら外界の条件を最適に保っても成長はするであろうが、 そう勝手に結実までの期間をひどく縮めることはできないであろうということである。それはいかにもその通りであろう。しかし私には稲の生命力が1日が24時間であることを知っているようには思われない。そこで一つやってみたい実験がある。それは温度と照射等を自由に変化し得る高温箱を作って、 その中で、稲のポットカルチャーをする実験である。温度といっても、稲の場合は、気温と水温とがあるが、まず水温を自由に変化し得るような装置を作れば、箱の壁の断熱さえ良くしておけば、気温は大体いい水温と似た値になる。それで初めての実験では、水温さえ支配してやれば十分であろう。水温を任意の値に保ったり、 あるいは必要な温度の上下に、必要量だけ変化させることは、電熱を使って自動的に作動する装置を作れば簡単にできることである。例えば、30度に6時間保って、次に20度に下げて6時間保ち、さらに30度にするというようなことを自動的に調整させる装置は、少し厄介な機構がいるが、原理は簡単である。 厄介な気候といっても、目覚まし時計を一つ買ってくれば、あとは手細工でできる程度の装置である。照射の方は、実は夜昼を人工的に繰り返すというのが目的なので、日光と同じ性質の光を人工で作って、それをある一定時間ごとに照らしたり消したりするのである。植物の同化作用には、幸い緑や黄色の光線、すなわち、 普通の伝統の光が一番よく効くので、無理に太陽の光と同じ性質の光を作るまでもないであろう。温室のガラス越しの日光では、紫外線はほとんど全部ガラスに吸収されてしまっているが、それでも結構メロンやイチゴができている。それで少し光の強い伝統と、それに念のために紫外線を出す水銀灯とを併用すれば十分であろう。 そういうランプの光を必要量だけ所要期間中与えることは水温の調節の場合よりもさらに簡単である。そういう装置ができたら、その箱の中で稲の栽培を始める。水温は最適と思われる温度。最初は例えば30度を中心にして上下10度くらいの幅で変化させることにする。まず1日を12時間に縮める実験をしようと思えば、 6時間だけ水温を35度に保ち、その間は電灯の照射を与え、次の6時間は電灯を消して真っ暗にして水温を25度に下げる。すなわち、1日の日変化を真似た変化を12時間中に与えるのである。問題は稲がこれで騙されるか否かである。もし12時間で生ずるその変化を1日だと思ってくれれば、 そういう変化を120回与えれば、稲は4ヶ月経過したと思って、米を作ってくれる。ところが実際は、2ヶ月しかかかっていないわけである。それで栽培期間が半分に縮まり、年6回の収穫が得られることになる。この場合、稲の全生涯にわたって、外界から与えられるエネルギーの総量のことは、まず問題にならないと考えられる。いつでも最適の条件に保たれているので、 2倍くらいの勢力の吸収はわけないであろう。現に10日間かかって発芽するものを水温を上げるだけで1日に縮めることができている。満州の北方では小麦など初めのうちはひどく成長が悪いが、7月になると急に発育してちょっと留守をしているうちに見違えるほど伸びていて驚くことがあるそうである。先輩の言葉によれば作物は急ぎますから。 大丈夫である。稲の場合でも、積算温度が大分重視されているが、特に限界気温を割るようなことさえなければ、大体は積算温度が生育を支配すると見てよい。気温15度の2日と30度の1日とは、積算温度は同じであるから、この点から見ても大分有望である。こういう装置の中で栽培をするとなると、 さらにいろいろな便宜がある。発芽してから穂が出るまでの期間、すなわち栄養成長期間は日光がたくさんあった方がいいので、昼を長くして夜を短くする方が良いであろう。例えば8時間くらい照射して次に4時間暗くして休ませるという風にすれば、どんどん成長するであろう。4時間の休養で十分か5時間にした方が良いかというようなことは、 いろいろ実験してみれば、わけなくわかることである。長日単夜で、必要程度まで栄養成長をさせたら、今度は単日長夜に自動装置を切り替える。稲は単日製の植物であるから、日が短くなると、慌てて穂を出して生殖細胞を作り、大急ぎで米を作るはずである。こういう点を一つ一つ細かく調べて、 最適の栽培方法を選べば、2ヶ月よりもっと早く米ができないとも限らない。それでは、1日を12時間にせず、8時間くらいにしたら、収穫までの期間を3分の1に縮めることができるかもしれない。さらに、6時間にしたら4分の1。その流儀でいけば、みるみるうちに米ができることになる。そんなバカなことができるはずはない。 こういう植物の成長を支配する時間の中にも物理的な時の要素ももちろん入ってくる。例えば根の細胞膜を通して肥料成分がディフュージョンに類似の経過で吸収される速度などの中には物理的な意味での時が入っている。肥料の吸収と限らず植物体内の成分の移動などにはこの微酸的な経過が至るところで生じているはずである。それで 稲の一日を縮めるのにある限界があることはもちろんである。そういう点も大切な研究題目になることであろう。夢のついでにこの実験が成功裏に完遂されたとする。そうすると話が面白くなってくる。この作米装置の中で6毛作ができるとなると、どれくらいの面積があれば人間が一人生きていけるかという問題を計算してみたくなる。 それには、現在の水田を使って、天然の風雨にさらさせながら、最もたくさんの収穫を上げた例を見る必要がある。専門外のこととて十分な資料は調べられないが、単あたり20票をちょっと越した例があるそうである。そうすると、理想的な条件のもとでは、単あたり22票、すなわち、一坪あたり3章の収穫というのは、そう無理な話ではない。 ところで、これをその5倍に上げられないかと考えてみよう。第一に考えられるのは、思い切って密植することである。加藤寛事氏の話によると、苗を1本上にして一つぼに4000本植えてみられたことがあるそうである。結果は非常に良好で、内原のあの地味の良くない湿地帯の水田で単あたり、 15票とかの収穫をあげたことがあるという話であった。もっとも一粒に四千本植えてそれぞれを普通に分結させては、ほとほがぶつかってほだらけになってもまだ余ることになろう。それで加藤氏は思い切って深植えにして分結をなるべく少なくさせてお安いで主な収穫をあげることを狙いとされ、それがうまく成功したのである。お安いの方が 分結してできた第2位、第3位の穂よりも粒の数が多く、従って密植してお安いで収穫を取る方が増収になるのはこの方面では常識になっていることである。しかしこの方法には普通の場合ならばちょっと危険な点がある。それはちょうど全部の穂が一斉に出そろった一番肝心な時にちょっと気候条件の悪い時期にぶつかると全部が一遍にダメになってしまう。 ところが、お安水や分血穂の各種のものが混じっていると、開花や登熟の時期が穂によって時間的にずれているので、危険分散になるのである。それで従来はあまり出水を揃えて、お安水だけで増収を図るのは今められている。しかし我々の作米装置の中では、そういう危険は全然ない。肝心の生殖細胞の減数分裂器などに来たら、 一層注意して最適気温に保ってやれば良いわけである。それで思い切って密食してお安いを機械を並べたように一斉に揃えてもちっとも構わない。むしろその方が始末が良いわけである。一つぼに一本上にして三千本を植えることはそのこと自体は問題がないであろう。それと普通に三本上にして坪あたり百株植えた場合とを比較してみるに。 後者の場合、分結によって、歩数が4倍、あるいは5倍になったとしても、この程度に密植することだけで3倍近い収穫を上げることは不可能ではないように思われる。次に、一歩につくもみ数を増やすことも大切である。溶水が出てきて、それが分化し始めるときに、低温に合うと、完全な枝やもみができない。そういう場合には、不完全なもみの枝の痕跡がほに残って、 収量は著しく減ってくる。それで北国の米作では、この文化期の気候条件が被害の一つの要素として警戒されているわけである。そういう問題も我々の人工米の場合には何も心配はない。むしろこの文化期における最適条件を探して、そういう条件のもとに栄養細胞組織を完全に分化させて、ほう全体に もみをぎっしりつけるようにするという方向に研究を進めればよい。変化しやすい天然の気象条件のもとでも、一歩に例えば50粒を作るところを80粒にしようというふうに、公主的に色々研究がなされているのであるから、完全条件のもとでは5割や6割の増収を目指すことはそう無理ではないであろう。もし、一歩につくもみの数を、 五六割増すことができれば、密食による三倍の増収と合わせて、それだけでも五倍の増収は全く不可能なことではない。もっともそれには肥料の問題が入ってくる。栄養成長期間中にももちろん肥料は大切であるが、その方は完全な肥料を十分に施して、健全な稲を作ることにする。そして、用水が形成し始めるまで、その肥料を十分に効かしておく。 その時までに窒素やリン酸が不足するとモミ数が減ってくるということが知られているのでそういう点はよく注意しておくことにする。ところがこの時期以後になってもまだ窒素が多いとかえって年実機能に障害をきたしやすいという研究がなされている。それと類縁の研究は他にもすでにたくさんなされているであろう。人工米の場合には稲の成長欠実の各段階で それぞれどういう肥料がいるかをよく調べて、その時期ごとに必要な肥料の配合を変えていくので、この点は心配しなくてもいい。むしろ適時に適当な肥料を必要量だけ与えてやることにより、しかも化学肥料ですぐ吸収し得る状態にしてやれば、その効果は明らかに出てくることと思われる。もし出てこなかったら、やり方が悪いか、研究が不十分なのであるから、出るまで研究すればよい。 結果が出るまで根気よくやってみるというのが研究なのである。作物の収穫が肥料によって決定的に支配されることは今さら言い立てるまでもない。作物のいろいろな成長の段階においてそれぞれ最も必要とする肥料を最も吸収しやすい形で与えてやることができればそれだけでも飛躍的な増収ができそうである。そういうことも 我々の人工米の場合には研究さえすればできるに決まっていることであろう。稲の成長結実の各段階で外的条件をそれぞれ最適に保ち、肥料を必要に応じて最適量に与えていくということは、稲が米を作る細胞を一つの化学変化とみなすことである。必要な薬品を適量だけ混じて化学変化を起こすのに、 最も適した温度および圧に保ってやると反応が急速に進行する。それと同じことを稲の場合にもやらせようということになる。この場合、稲が米を作るのは生命の一つの現れである葉緑素の作用によるので化学変化とは根本的に違うという議論は一向の余地がある。化学変化の場合にも触媒というものがいることがある。 水素と酸素とを混ぜておいても爆発はしない。すなわち反応は起こらない。しかし、その混合気体を発金面に触れさせると直ちに爆発が起きて水蒸気になってしまう。この時発金面は反応の始めと終わりとに変化がなく、反応は水素と酸素との間だけで起こり、発金面は単に反応を促進させる役目だけを務める。すなわち、 食媒として働くだけである。米の主成分たるデンプンは炭酸ガスと水とだけからできるもので、酸化すれば再び炭酸ガスと水とに分離してしまう。したがって科学的に炭酸ガスと水とからデンプンを合成することもできるはずである。しかし、この反応は実際には非常に困難であって、今日の進歩した有機化学の力をもってしてもほとんど不可能である。 それを、葉緑素は簡単に成し遂げるのであって、炭酸ガスと水とから、ほとんど瞬間的にデンプンを作ってしまうのである。しかも、葉緑素自体は、その反応の前後に変化はないので、ちょうど触媒と似た作用を務めているに過ぎない。そういうふうに考えてみると、今日触媒化学が非常に進歩して、アンモニアの合成とか、硫酸の製造とかいうふうな、各種の 大科学工業が触媒の作用を利用して立派に大量生産をなしていることを思えば、葉力素の触媒作用を単に自然条件に依存する農業にだけ任せておかないで、これを工業とすることを考えてもそう不都合ではないであろう。そして我々の人工米の研究がちょうどそれに当たるのである。今日まで葉力素によるデンプンの合成を 農業だけに任せておいた一番主な理由は、面積がたくさんいるということに尽きるであろう。エネルギーの方ももちろん考える必要があるが、その方はいよいよやるとなれば、風力の利用というようなことによって、解決の見込みは十分ある。それで、まず面積の方を考えてみよう。密植とお安いの重視とも数の増加とによって、従来の天然水田における優秀成績たる、 一つあたり三章を五倍にすることは少なくとも計算の上では不可能でない。それに数値では表し得ないが適正な肥料を適時に与えることによってそれをさらに増やすことも容易であろう。以上の条件を満たすことができれば五倍ということはそう突飛な数値ではなくむしろそれ以上を期待することもできそうである。今のところではまず五倍を目標として坪あたり と 1> 1を取ることに努めてみよう。問題は前に言った作米装置の中での実験の結果にかかる。もし1日を12時間に縮めることによって稲が2ヶ月で米を作ってくれれば、6毛作の実施によって壺あたり9トの米が取れることになる。1年1国といえば、それは戦前の自由食料時代における1人分の主食料である。それで、 我々の研究が良き通りの結果に到達したならば、一粒で一人の人間を養うことができることになる。それならば、工業として成り立つ見込みは十分あるであろう。この話はいわば、農業物理学の一つの夢であって、まだその研究がなされたわけではない。しかし、同じく夢を見るならば、十分磨いのある夢を見ることにしよう。というのは、この話はまだこれで済んだわけではない。 もしこの研究が完成したならば、ほとんど肥料なしで永久に米ができるという不思議なことが、その結果として出てくるのである。ポットカルチャーをするには、肥料として純粋な化学薬品が大量にいる。それに、肥料なしで栽培ができるというのは矛盾しているようである。しかし、その謎は簡単に解ける。まず、人工米ができるようになったら、 政府の方で白米しか食ってはいけないという法律を出すことにする。それも思い切って制白して猿の葉のような米だけを皆に食わすのである。米粒の内部はほとんど純粋なデンプンでビタミンやタンパクなどは少量しか入っていない。それらはむしろ制白の時に出てくるぬかの中に入っている。もともとデンプンは炭酸ガスと水とからできたものであるから、その中には 窒素だの、カリだの、リンだのという肥料の大切な元素は入っていないわけである。窒素やカリやリンはもちろん必要で、はじめにはそれらを含んだ完全肥料を十分に施す必要がある。しかし、人間が食うのは白米すなわちデンプンだけとすると、結局人間は炭酸ガスと水だけ食うので、カリやリンは稲の生態やもみ殻やぬかなどの中にあるわけである。いずれにしても、 それらの元素は栽培したものの中にあるに違いない。それでそれを全部集めて回収すれば、入れただけのものは出てくるはずである。すなわち、第2回目からは回収した元素を薬品に戻して使えばよいので、肥料は第1回に用意したものだけで良いことになる。もちろん実際には回収に際して流亡する分もあるので、それだけでは補給する必要がある。しかし、 原則としては、貴重元素は回収して使うというのが工業の建前である。なんだか話がうますぎるようであるが、理屈は確かにそうである。そして、これと同じことを、極めて原始的な形で、我々の祖先は、2000年来、日本の水田において行ってきていたのである。というのは、狩リや輪は、もともと我が国では非常に乏しい元素であって、 そういうものの輸入のなかった明治以前の時代には、その補給の道が魚皮以外にはほとんどなかったはずである。その難点を我々の先祖は、藁を水田に還元することによって、一応の解決をつけて、古事期以前の時代からの水田稲作を今日まで続けてきていたわけである。一年や二年、林産の輸入が途絶したと言って騒ぐのは考え物である。人工米工業においては、 狩りリやリンの輸入などを混成しなくても済むようにしたいものである。肥料として狩りリやリンなどを必要とする理由の一つとして茎を丈夫にするというような点も挙げられている。稲の品種改良のことは専門外のこととて詳しいことは知らないが、多収穫性とか早熟性とかいう方面の改良のほかに、茎を丈夫にしたり、病害虫に対する抵抗性を増したりする方向にも、 ずいぶん力を尽くしていることと思われるソ連がシベリアで小麦を栽培するためにはあのシベリアの荒野を吹く強風に耐えるような丈夫なサホの小麦を作るのに大分苦心したということである稲の場合にもそういうことがあるに違いないところが人工米工業ではそれらの点についてはあまり考慮を払う必要がないので ただむやみとたくさん取れるような品種を作ればよいであろう。いわば一種の片輪を作ればよいのである。稲の背が低くて、穂だけが長く、それにもみがいっぱいついて、いわばヒヤシンスのような感じの稲を作るように努力すればよいことになる。それでも倒れるような心配はないので、必要とあらば新宿御苑の菊のように、花の一つ一つに、 針金の受け台を作る塩梅に適当に指示してやればよい。それも何も難しいことをする必要はないので、例えば適当な高さのところに針金の網を水平に張って、その目の一つ一つから穂を出させてやるくらいで十分であろう。ここまで行けば稲は試験管となり、その中で葉緑素の直売が炭酸ガスと水とからどんどん澱粉を作ってくれることになる。試験管の形は、 取扱いに便利なように勝手な形に作れば良いのであるから、稲もせいぜい片輪の稲を作るべく努力することである。稲を試験管にしてしまってはかわいそうであるが、人間を機械の歯車の一つにするような近代工業のことを思えば、それくらいのことは仕方がない。何十年自動車製造会社に勤めていて、その何十年を後輪の 何番目かのナットだけ締めて暮らしてきたというような食行に比べたら稲も十分我慢できるであろう。もっともこの人工米を食う人間もあまり威張るわけにはいかない。でんぷんだけでは体が持たないから、タンパクやビタミンは他から補給する必要がある。柿の葉や雑草や魚の腸から取ったビタミンを飲み、魚粉のタンパク質を摂取する必要が出てくるであろう。 炭酸ガスと水とからできたデンプンを食い、妙な粉を少し舐めて、それで元気で働けるようになったら、ありがたいことであり、情けないことでもある。それよりも、この人工米工業で、全面的に食料問題が解決したら、第一番に出てくるのは、農民救済の問題である。全国の非農家が全部自分の家に八畳くらいの米作室を持って、それで米はもういらないと言い出したら、 これは大問題である。それでとりあえずは全国で1000万石くらいだけ作ることを許可するようにした方が良さそうである。所要電力の計算は実験が済んでからでないと確かな数字は出せないが、全国で1000万石くらいならば電力の供給もできそうである。人工米は人造米ではないので、これは本当の米である。しかし、いよいよ人工米が出回ってくると、 いろいろ贅沢を言う連中も出てくるであろう。やはり天然米の方がいいね。味に風格があるよ。などという先生方もあることであろう。もっとも私もできることならば、柿の葉の粉をまぶした人工米よりも、真っ白な天然米ののり茶漬けの方がありがたいから、そういう人たちを非難するわけではない。昭和21年4月。 この実験を実際にやってみたところ、第1回の試験では75日で杯に1杯くらいの米が取れた。小さいブリキ糖の中に、もみを3粒巻いてやった試験である。高温箱は前にも他の実験に使った木製のものを利用した。調節装置、自動装置、すべて H 助教授の手製である。本当は60日で作りたかったのであるが、 75日かかっても、とにかく米が取れたので、ちょっと面白かった。H 君は、この米はどうしましょうか、という。今に、博物館に収めてくれと言ってくるから、大切に試験管の中に入れて、封をしておいてくれたまえ、と言っておいた。第2回の実験では、途中で停電があって、ダメになってしまった。正直なもので、成長曲線が、停電のところで、ちょっと止まったら、 あとはどうしても回復しない。それきりでこの実験をやめてしまった。やはり少し研究費をかけてちゃんとした設備をしてやらないとうまくいかないようである。稲の一日の話は真面目な話か冗談か誰にもわからないであろう。実は私にもよくわからないのであるから、他の人にわからないのは当然である。この話の中で一番面白いところは とにかく、この実験を大真面目にやってみたという点であろう。新中軍の野菜の大規模水耕栽培が、この頃もの珍しく報道されている。あれと同じことではないかと思われるかもしれないが、この話の急所は、稲が12時間を1日と思ってくれるか否かを知りたいというので、問題は別なのである。もし、うまく稲を騙すことができたら、第二弾として、 大規模遂行法の問題が出てくるわけである。